はい、ツッチーパフォーマンスでございます。本日は以前ジープラングラーでご紹介させていただいた電動サイドステップになんと待望の G クラス用が発売になりました。こちらの 463A 503D なんと新車でございます。はい、早速ご紹介させていただきたいと思います。こちら非常についてるかどうか一見するとわからないぐらいシンプルなデザインになっています。特徴は 350D の場合、55063と違ってこちらにマフラーがないんで、ロングのタイプが装着されています。63550に関してはこちらにマフラーが取り付けられますんで、ここまでのショートのタイプになります。早速使ってみたいと思います。はい、でこちらジープラングラー用と違い、キーレスには連動していません。基本的にドアの開閉、ドアを開けると出てくる、ドアを閉めるとしまうというシンプルな動作になってます。これなら小さなお子様や女性の方でも乗り降りに不便を感じることはありません。で作りももちろん非常に頑丈で、まあ、非常にスマートな僕が乗るとあまり参考にならないかもしれないですけど、はい、大人が乗ってもびくともしない仕様になっています。はい、でこちらもう一点仕掛けがあります。室内に設置したスイッチを押すことで、洗車の時や整備の時などステップを出しっぱなしにすることもできます。はい、で逆に、不要な時は出ないようにすることも可能です。はい、というわけで今回は、現行 G クラス用電動サイドステップをご紹介させていただきました。アンドプラス電動サイドステップは適合車種随時拡大中です。 SUV にお乗りのお客様はぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはボンドプラスまでお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。